プラットホーム、ネズミガセキ駅は、山形県鶴岡市ネズガセキオツにある、東日本旅客鉄道右越本線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅になっている。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。坂田駅管理の無人駅であるが、駅及び、 駅周辺の美化活動を行うボランティアとして、JR 東日本 OB に名誉駅長を移植している。駅近くにマリーナがあることにちなんで、駅舎はヨットを模したデザインとなっている。駅舎には自動販売機、トイレなどがある。2018年4月17日まで、簡易型自動券売機が設置されていた。夜間対白があるため、駅舎の半分は乗務員宿泊所となっている。 村上、坂田両方面からの列車の一部が、当駅で折り返しとなっている。両方面の始発、最終列車も当駅発着となっており、日本とも2番線で、夜間大白になる。過去には、当駅から下記に、海水浴客向け臨時快速、ネズが赤羽号が運行していたほか、急行、合算の発着駅であった。その頃、急行列車の停車は、合算の始発、 終着のみで、それ以外の特急、急行列車停車は、一切なく、通過していた。JR 東日本及び、鶴岡市統計所によると、2000年度から2002年度、及び2005年度から2009年度の乗車人員の、推移は、以下の通りであった。山形県と新潟県の県境周辺は、山形県と新潟県の境目、県境付近でも民家は、 切れ間なく林立している。ありがとうございます。